しですね。イタドリ川、うん、ちょっと変わった作り方でピザを作りませんか。ピザ大好物です。針金の上に、はい、設置。わあ、すごい。真ん中がプツプツしてる。プツプツしてる。サバイドルカホナンのソーキャンパー養成塾シーズン6。ランチを食べよう。食べ過ぎた。え、もういいんですか。ランチ川で涼んで映え写真を撮ったのみですよね。のみですけど、お腹すいたんでちょっと変わった作り方でピザを作りませんか。ピザ、ピザ好きですか。大好物です。作ります。ピザ窯、これがピザ窯になります。ピザも焼けちゃうんだ。そう、でも森さんとやってみたかった。やった。じゃあピザ食べましょう。食べましょう。作れればですけどね。先行き不安だ。解体して内側にアルミホイルを貼るということで。使ったことあります。アルミホイル、ダンボール貼る。お料理以外で使ったことないですね。水のりで貼ります。おお、いや、そんなに家にあるものでいいんですね。え、家にあるんですか。水のり、あります。え、ないんですか。スティックでした、私。うわー、子供の頃の思い出忘れたんですね。これですよ、私は水のり一択です。あ、これこれこれ、この匂いだった。あ、懐かしいな。で、貼る。この辺でどうだ。向こうに逃がしていく。あ、ちゃんと、ね、え、こういうガスコンロありますよね。らしくはなってきましたね。で、もう図画工作ですね、これだと。ですね、楽しい。ダンボール内側貼り付きました。メカニックな感じのカラーリングに、ね、これでもダンボールに見えない。確かに熱伝導は良くなりそうですね。ですね。どうですか、中キラキラですね、アルミホイルで。これなら焼けないのか、燃え移らない。なんか不安はありますけど。まあ何事もチャレンジですよね。やってみましょう。はい、よし、よし。穴開けまして、では行けます。お願いします。来てる来てる。どこどこ。森さん、どこ回収して。あ、来た。よし、はい、はい、行きました。はい、もう一個行きます。来た来た来た。森さん、来ない。あった、あ、来た。よし、よし、通りました。引っ張って引っ張って、これでこの網がここにスッと乗って、おお、ぴったり。ジャストフィット。ジャストフィット、素晴らしい。頑丈ですよ、結構。そうね、どんどん叩いても大丈夫。いや、調子乗ってるとダメです。あ、そうです。ピザ窯が完成です。完成しました。ピザは大好きなので、 お任せあれ。作る方の？作る方も好きです。お、家でやったことはありますよ。家でピザを、はい、作る？ただやっぱり発酵に時間かかっちゃうということで。発酵、そこから。そうですよ、そうですよ、もちろん。当たり前じゃないですか。持ってきちゃった、もうすぐ焼けてるやつ。うん、思いました。もう準備は万全ですね。ちょっと不満そうな顔してるけど。いや、でも生地から作る。生地から作る。なるほど。どっちも普通じゃないです、あんまり。そうですね。これがちょっと私と師匠の違いですね。違いましたね。まずはじゃあ、はい、ピザソースから。ピザソースから塗っていきましょう。はい。いや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 。あ、いいです、いいです。いや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 。急に今日森さんなんかキャンプの師匠みたいになってる。そうです、そうです。じゃあとろけるチーズと生モッツァレラチーズを、生モッツァレラ、ダブル使いで。あ、絶対美味しい。いこうと思います。あ、上手上手。あ、上手上手上手。あ、雪みたいに。そうそうそう。音楽の先生かな。あ、いいですよ、いいですよ。あ、完璧です。あ、ありがとうございます。で、この隙間に生モッツァレラを乗せていきましょう、はい、まん丸のチーズが入ってます。こんな状態で入ってんの。これをもう手でガッと、はい、さっきアルコール除菌しましたから。しました。こんな、はい、うわ、すごい。これが生モッツァレラです。もちぷよ。いいですよね。もぎゅっとちぎっちゃってください。うわー、すごい。ふわふわ。ふわふわでしょ、森さん、これ。みんな知ってるんですよ。え、生モッツァレラ、ふわふわですよ。え、わ、これなんかちぎった感じ。はいはい、いいですね。すごくいい。いいですよ。いや、
え、楽しい。バラつきがすごいよ。溶けちゃうんで、いい感じに溶けますから。そこそこそこ。はい。へぇー。こんなことしてたの、森さん家で。マルゲリータといえば、香り付けにこのバジル。でも、もう隙間にいっぱい寄せてくぐらいでいいと思いますよ。わぁ、いい香り。ねぇ。積み立てのようないい香りがしますね。しかもこの赤と白と緑のこのコントラストがザ・マルゲリータ。そして森おすすめとしましては、はい、最後にオイルをちょっと軽く回しかけるとよりジューシーな味わいになります。ピザ100枚完成。お店ですよ。お店。いや、もう美味しそう。なんならもう食べれるんじゃないですかこれ。まあいけますよね。美味しい。でも絶対に焼きましょう。そうですね。針金の上に設置、はい、じゃん。いやー素敵。ジャストフィット。いいですね。いいですね。この辺ですかね。あんまり多分入れすぎても燃えちゃいますもんね。うんうんうん。でも簡単には消えないようにしたいから、そこそこの個数を平たく置いとこうかな。ピザ窯にイン。イン。よいしょ。トイ。はい。で、蓋を閉じる。熱を逃がさないように。で、こうして。で、こうして。10分から20分ぐらい焼いてみます。うわ、なんか全く中が見えないのがいじらしいですね。気になる。では、はい、10分経ちましたので、開けてみます。せーの。じゃん。焼けてる焼けてる。モッツァレラが寝て、え、何下の生地がもうハイドラさんのやつ焦げ始めてます。やばいやばいやばい。よいしょ。うわー、完璧。しそう。パーフェクトピザ。素晴らしい。手作りピザ窯でピザ完成です。おいしそう。すごい。うわ、イタリアだ。いい香り。あ、パリッといってる。サクサク。わあ、クリスピーな音です ね。せーの。うわあ、待って待って、師匠師匠師匠、全部いっちゃった。すごい、森さん。ございます。なんて綺麗に乗せるんだ。ちょっと忘れる前に一回写真撮っとこうかな。あ、ちょっとちょっとそれドロドロなんで教えてもらえますか。はい、ごめんなさい。うわ、森さん映えてる。映えてる。この板取川を眺めながらピザパーティ ー。じゃあ今日の初のキャンプ飯、はい、いただきます。いただきます。チーズが事件。森さん真っ赤になって、バジルとオリーブ香る。チーズのもっちり感と、これ美味しいですね。ですよね。こんな美味しいピザ初めて食べました。嬉しい。ちょっと焼きすぎたかなぐらい思いましたけど、うん、ザクザク感と、うんうん、ちょっと炭の香りもしてていいですね。ですね。キャンプの味がする、うん、いや、このソースたっぷりなのがまた味が濃くてキャンプにぴったり。なんか家で食べるホッとするピザとも違う、うん、お店のおしゃれなピザとも違う、うん、何でしょうね、ちょっとワイルドみもある。ワイルドでダイナミックなんだけど、でも味はしっかりおしゃれなんですよね、うんうん、幸せ。野外でお風呂どうですか。ドラム缶。よいしょ。あれ、勢い殺されてるんだ、ここで。絶対バラバラでジャンプが早いですね。温度を見てみましょうか。バッチリ着替えましたしね。はい。あっちょい。熱いわ、これは。